エルパ号特集シリーズ、ミッション、エルパ号にベスパフォンカバーを装着せよ、丸2、装着実験編。やあ、こんにちは、前回からの続きだよ。フロントカバー上側左右2つの穴開け加工を施して、ネジを通したあたりからです。二つのネジが通ったので、一旦取り外します。そして再び、ベスパ用ホーンカバーを当てて、ネジ三つで固定していきますよ。若干、穴の位置が悪いようで、カバーを当ててネジが入っていきません。ですので少し、ネジ穴の補正をしていきますよ。はい、やっと3本のネジが、フロントカバーのネジ穴に食い込みました。今度は、この3本のネジをさらに締め込んでいきますよ。はい、見てくださいよ。めちゃめちゃ良さげに装着できちゃいましたよ。なんか思ってた以上にかっこよすぎなんですけどー。あとは、カバー裏側から、
貫通したネジ3本にナットをはめ込んで完全固定すれば試作品の完成になりますよ。いや、まあ、これは装着実験用なので、これで一応完成としますかな。次は、これをベルパ号本体に取り付けてみて、どんな感じかをテストしてみたいと思います。まあ、どうせなんで、ベルパ号のフロントカバーを取り外すところも動画に撮ってみたいと思います。丸いメッキの純正ホーンカバーが装着されているあたりがフロントカバーになります。このフロントカバーをベルパ号本体から取り外してみたいと思います。まずはフロントカバーを固定しているネジをフロントカバー裏側から取り外していきます。ネジの数は4つ。ちなみにベルパ号はこの固定ネジをすべて錆びないステンレス製のプラスネジに交換していたりします。はい、今、フロントカバーを固定している4つのネジをすべて取り外しましたよ。あとはフロントカバーを引っ張るだけで、本体から簡単に取り外すことができますよ。フロントカバーを取り外したので、今回作業したベスパ用ホーンカバー装着のフロントカバーと純正ホーンカバー装着のフロントカバーを2つ並べて比較してみたいと思います。うおー、やはり純正ホーンカバーよりベスパ用シェル型ホーンカバーの方が100倍かっこいい。いや、100倍かわいい。たまらーん。なんでこうもオシャレレベルが高いのかな。恐るべしベスパさん。それでは、今度は、この2つのフロントカバーをベルパ号に装着した姿を比較してみようと思います。何度も見てますが、まずは改めて純正ホーンカバー装着のベルパ号を見てみましょう。純正ホーンカバーは樹脂製なので、錆びる心配がないのが最大のメリットですよ。ただ、やはり、フロントのめちゃめちゃ目立つ部分なので、このデザインはもう少し、なんとかできなかったものかな、と、残念でなりません。お次は、お待ちかね、ベスパ用、シェル型、ホーンカバー装着の、フロントカバーですよ。ベルパ号、本体に取り付けたら、どんな感じになるのでしょうか。あらららららー。装着実験用のフロントカバーなので、色が白で、ベルパ号本体の色と違うんですよねー。なんか、フロントカバー白色が浮きすぎて、全体のイメージが浮かんできませんよ。ベスパ用シェル型ホーンカバーのデザインは相変わらず、ピカイチなんですが、やはり車体と同色の緑色のフロントカバーじゃないと、いまいち、ピンとこないというのが正直な感想になりますよ。もう、現時点で、このベスパ用シェル型ホーンカバーは正式に装着決定しているので、緑色のフロントカバーから純正ホーンカバーを取り外して、
取り付けてみたいと思います。うわー、ホーンカバー裏側は接着剤か何かでガチガチに固定されてますよ。一度外れたことがあったのかな、前オーナーさんの仕業かな。とにかくこれを無理やり外そうとするとめちゃめちゃ大変な上に、下手をするとフロントカバーを破損する恐れがありますね。こうなったら同色緑色の純正フロントカバーをゲットするしかありません。しかし緑色の純正フロントカバーはすでにメーカー欠番しているので、新品入手はほぼほぼ不可能なんですよねー。そこでヤフーオークション、車やバイクの部品系だけは今でもやっぱりヤフオクさんですよ。さっきざっと見ましたが、現在純正グリーンのフロントカバーの出品は一つだけ。しかもちょっと割高なんですよね。どうするかな？安いの出るまで待つか？それとも、やったらんかーい。ポチリ。ふっ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 。やっちまいましたよ。割高だったけど、純正グリーンのフロントカバー、ゲットだぜ。こいつを加工して、ベスパ用シェル型ホーンカバーを装着して、ベルパ号を完全体にしちゃるぞ。だが、今回は、ここまでのようだ。勢いでポチってしまったので、マネーパワーが尽きてしまったようだ。というのは冗談で、フロントカバーが届くまでは作業できないので、届くまでしばらくお待ちくだされ。ってなわけで、次回は本気の装着本番編だよ。超楽しみに、わら。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。中古バイクパーツは、メルカリさんより、今でもヤフオクだよねと思った。そこのあなたは、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。バイなら。